あなたの原動力は何だ。あなたが経験してきた挑戦、あなたが思いを注いだ研究、そんなあなたの情熱が世界の未来を変える。ヤンマーは次の100年に向けて世界中の社会課題を解決するため、新たな豊かさの創造にテクノロジーで挑戦していく。すべての人を重労働や危険から解放する ICT ロボティクス技術、資源を無駄なく活用するエネルギー変換技術、世界をフィールドに新たな未来を作るのは、可能性を信じ挑戦するそれぞれの原動力だ。 Be a Challenger。 自分が携わった製品というのが世の中に出て、お客さんの役に立ったり食料生産に貢献できるというところにすごいやりがいを感じます。魅力として感じているのは、事業領域がすごく広いこと、こう何かやりたいことが変わった時にでも、こう社内にやりたいことがあるっていう風な可能性が高くて、そういう意味で言うとすごく魅力かなというふうに思います。地球環境を少しでも良くするというところは、人の命だったり生活を守るという意味ではすごく大事だと思ってて、そこには十分貢献できるビジネスかなと思ってます。まず話を親身に聞いてくれる方が多いかなと思います。ちゃんと私の立場も尊重しながら、ご自身の立場も、まあ、譲れない部分があるので、そこの妥協点を探していくっていうプロセスが非常にうまい方ばかりかなと。環境に、貢献しようというところで、エネルギーを無駄にしないっていうところで、できるだけ効率よく損失を減らすっていう大きな目的っていうところを重視するような考え方に変わってきています。若い人の力というか、若い人の提案力っていうのをすごく信じてもらえているなっていう、プロジェクトとか企画とかを進めていってもらって、でその人自身を成長させようっていうところの風土もあると思うんで。失敗してもいい、可能性を信じ挑戦を続ける。今までにない驚きや感動を世界中へ。あなたの情熱が世界の新たな原動力になる。さあ共に新しい未来を作ろう。あなたの原動力は何だ。 A Sustainable Future Yanmar